全日本大学駅伝区間予想。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はどこの大学ですか？はい、今日は駒澤大学です。およいしょ、やました、来ました。やっぱりね、優勝候補、うん、筆頭と言ってもおかしくないと思います。ないですね。いつもではね、ちょっとね、もう不甲斐ない走りをしたと思ってると思いますが、うんうん、ここはもう本当奮起するんじゃないかと思っておりますけれども、はい、うん、お二人はどうですか、この全日本。やっぱ出雲がもうほとんどの人はね、うん、優勝予想だったんですけど、うんすね、この全日本はね、やっぱあの出雲の結果でだいぶね、うん、予想してる人、うん、まあ、ちょっと下げてくるんじゃないかなという気がしますよね。出雲前よりは低いね。ね、なるほどね。まあね、優勝候補でしたね、うん、ガンガンのね、ゴリゴリの優勝候補だったんですけど、うん、今回はそのゴリゴリではないのかっていう感じがしますよね、うんうん、でも優勝候補でしょうね。まあまあまあ、そうですね。そうなんですね、うん、であの選手が出るのかも含めてね、いろんな選手が、ね、ちょっと区間予想2人を見ていきたいと思いますけども、はい、まずヨッシー、はい、お願いします。いきます、こちらです。ドン。1区佐藤浄司選手、うん、2区に花尾選手、うん、3区唐沢選手、うん、4区に安原選手、5区に青垣選手、うん、6区山野選手、うん、7区に佃田選手、うん、8区に田澤選手と。なるほど、はい、なるほど、うん、ちょっとやっぱりね、怪我してるということで芽吹くんは入れなかったですね。まず1区、はいはい、佐藤浄司選手ですね、はいはい、この選手はね、出雲の前にめちゃくちゃいいタイム出したんですよ、うん、でギリギリでも出雲駅伝には出れなかったんですよね、うん、出雲駅伝は篠原くんが1区走りましたね、うんうんうん、なので、まあ、1年生じゃないですか、篠原くん、うん、今回は全日本は佐藤浄司くん1年生が1区に来るんじゃないかなと、はい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 、っていう予想ですね、はいはい、で2区の花尾選手、はいはい、こちらはね、まあ、去年も走ってるんですよ、うんうん、ただ去年はちょっと苦しい走りになってしまいましたけど、うん、まあもうあれからだいぶ成長してると、うん、いうことで、まあ、1回経験もある2区に来るんじゃないかなと思います、うんうんうん、で3区は唐沢選手にしました、うん、はい、この選手はね、まあ、出雲駅ではちょっと厳しい走りになってしまったんですけど、まあ、優勝を狙うとしたら、うん、唐沢君の力はやっぱり必要なんじゃないかなと思います。なのでもう、ね、前半区間の方で走って、うん、もう上位でつないでほしいなという感じです、うん、なるほどね。4区が安原選手ですね、うん、はい、4区はちょっと上り基調でもありますし、はいはいはい、まあ、安原君はね、箱根5区走るんじゃないかとかも言われてるぐらいね、うん、まあ、強いんでその上りもね、うん、で出雲駅伝もね、あの良かったんですよ安原君はね、はいはい、非常に、なんでこのぐらいの、まあ、距離に来るんじゃないかなと思っております、うん、はい、で5区は青垣選手、うん、はい、この選手はね、もう今までまだ大学駅伝はデビューしてないですよ、ね、はいはいはい、はい、でも強い強いとは言われてた選手なんで、まあこのぐらいの、まあ、5区で大学駅伝デビューするんじゃないかなという感じで予想しております、はい、で6区、6区は山野選手ですね、まあ、山野選手は去年ね、この区間を走って、まあ、非常にいい走りしましたんで、区間4位でしたかね、もうね、変える必要もなく、ね、出雲は走らなかったんで、もう力もね、しっかり残ってるでしょうし、確かにね、まあ、もう来るんじゃないかなと思っております、はい、7区、7区は佃選手ですね、僕はやっぱこの長い距離 17.6 キロになりますんで、うん、ね、なるべく上級生がやっぱ安定して走れるんじゃないかなという感じで佃田くんにしました、はいはい、うん、なるほど、はい、で8区がやっぱり田澤選手、この選手はもうだって前回もね、非常にいい走りでも完全に優勝を、ね、決定づける走りしましたんで、もうアンカーはこれはもうね、皆さん一緒じゃないかなと思います、うん、なるほど、うん、ありました。田澤選手もね、出雲であの最後助け受けてから素晴らしい走りでしたからね、よかった、うん、ね、アンカー向いてますよね、スパートもあるし、うん、ね、うん、分かりました、はい、どうしたか見てどう思いましたよし、ね、え、やっぱ、うん、僕は安原くんかな、うん、まあ出雲良かったんですけど ね、うん、なんか、やっぱ短い距離が強いのかなと思ってしまうところがあって、まあそんな感じのところですかね。あとはもう似てるかな、やっぱ。はい、なるほど、見てみましょう。はい、はい、お願いします。もういきます。はい、ドン。はい、はい、1区白鳥選手、2区佐藤浄司選手、3区唐沢選手、4区佃田選手、5区青垣選手、
6区山野選手、7区花尾選手、8区田澤選手と。おー、なるほど。まあ似てるって感じはしませんよ。あ、しませんか、うん、バラバラになってますけど、ね、まあ、なんかでも意外と、はい、同じ選手多いっすね。多いですね、うん、白鳥くんとね、そうそう、安原くんぐらいなもので。確かにね、うん、もう白鳥くん1区、白鳥くんを1区に僕しました。なるほど。はい、まあ説明をしていくと、まあ、僕なりのね、はい、見解ですけど、うんうん、やっぱ彼ね、箱根で1区でちょっと厳しい走りして、うん、それから2年生ですね、今のなかなかいい走りしてるんですよ、うん、白鳥くんの1区の後が、うん、でそう考えると白鳥くんめちゃめちゃ悔しいだろうなと、まあね、でやっぱポテンシャルはね、高校駅伝でも2年生の時にね、うん、1区で区間賞取るぐらいの力ありますから、うん、やっぱ彼をもう1回使うんじゃなかろうかと。なるほど。でやっぱ得意の1区、うん、まあね、結果は結果ですけど得意なのは1区だと思うんで、うん、まあ、1区で走らせるんじゃないかと思います、はい、で2区は佐藤成就選手、うん、まあ、さっきね吉井も言ったように篠原選手がやっぱり出雲ではデビューしたんですけど、うん、まあ、佐藤成就選手が入学時はやっぱ強かったんですよ、うん、篠原君よりもね、まあ、競り合ってね、切磋琢磨して、うん、今2人でやってると思うんですけど、うん、今回は佐藤成就選手をやっぱり1年の中では僕はトップと思ってるんで、うん、入れました。なるほど、うん、11.1キロ、まあ、ここの区間に入れました、うん、で3区は唐沢選手、うん、もう出雲でね調子を落としたとか、うん、あと記録会でもねちょっと出てませんでしたけど、エントリーはしてね、うん、出てませんでしたけど、彼はねやっぱちゃんと走る選手だと思ってるんですよ僕、トラックだけでなく、まあ、強いです、うんうん、ですからそれをやっぱ全日本で出して箱根につなげる、うん、で出雲の悔しさももちろんありますから、うん、彼本人には、うん、ですからそれで、唐沢選手がやっぱりここで期待したエース区間が集うところに、やっぱ駒澤もちょっと準エース級ですけど、うん、入れようかなと思いました、うん、一緒ですよ、はい、なるほどね、一緒、はいはい、で4区がね、佃選手ですよ。なるほど、はい、でまあアップダウンもやっぱ多少4区はやっぱ多いっていう風に聞いてますし、うんうんうん、やっぱ関東インカレで結構いい成績、あそこもアップダウンがすごかったんで、ね、はい、まあ、そういう中で長い距離は長い距離とは言っても12キロぐらいかな、うんうん、そのぐらいなんですけど、まあ、佃君にこのアップダウンは任せようと。なるほど、思ってます、うん、で5区は青垣選手、ヨッシーと一緒 ね、 これびっくり、一緒なの、青垣選手はね、僕はずっと使いたい選手ではあったんです、うんうん、去年からね、うん、去年の1年生の頃から強かったんで、でやっとね使うならここじゃないかっていうタイミングが来たんですよ、うん、はいはい、で東海大記録会、うん、10月の24日にあった東海大記録会もまあまあ良かったですし、うんうん、調子上げてきてる、ね、調子はいいんじゃないかと僕踏んでます、うんうん、ですから青垣君をこの5区あたりで使いたい、まあ、ちょっとフラットなコースなんで、うん、ちょっと使いたいですね、はい、で6区は山野選手、うん、ここも一緒じゃないですか、ここも一緒ね、うん、これは多分理由も一緒で、ね、去年ね、うん、ここで好走してるんですよ、うん、まあまあね、はい、うん、やっぱりそれが一番の、まあ、決定打になりました、うん、まあ、どの大会でも山野くん実は安定してて、安定がある、駅伝はね、うん、安定してて終盤を任せるにはこの方がやっぱりいた方がいいんじゃないかと思います。で7区は花尾選手、うん、僕はね花尾選手の走り結構好きなんですよ、うん、堅実にねちゃんと走ってくれる、でもう監督さんから言えば助かるランナー、うん、はいはいはい、花尾くんだと思ってるんです。で、まあ、箱根も経験してますし、出雲もね、まあ、メルク君の代わりだとしても長い3区走ってますし、そうですね、まあ、そういう意味では7区あたりが適任じゃないかと、うん、なるほど、はい、落とさない区間ですね、うん、ここで順位を。そしてアンカー田澤選手、うん、 これまあ、これは仕方ないんじゃないですかね、まあね、うん、これはもう大学全体で選抜を組んでも、うん、田澤君アンカーになるパターンが多いと思います、うん、それぐらい大学の中でアンカーといえばとなると歴代の中でも田澤君ちょっと似合うんじゃないかなと思いますよ。なるほどね、はい、うん、で結果も残してますしね、うん、アンカーで、うん、はい、で去年は本当に素晴らしいスパートで勝ちましたし、そうですよね、そういう意味ではやっぱりいいイメージもあるでしょうし、うん、まあ、駒澤はこう考えたら強いと僕は思ってます。強いですよ、はい、まあ、この8人にしました。なるほど、はい、まあ、ヨッシー的にこのノージャンの8人見て何か感じます？まあやっぱり白鳥選手の1区、あ、うん、まあ、ここはびっくりするでしょうね、うんうんうん、ちょっと冒険というかね、うん、まあ、強い選手なのは知ってるし、はいはい、1区がね得意な選手なのも知ってますけど、うん、まあね、ここで采配してくるかという感じですよね、うん、なんかね箱根でね、うん、ちょっと厳しい走りになってから、うん、もう全体の評価っていうのはドンと落ちてると思うんですよ。まあ他が上がったというかね、うん、ただやっぱその2年生なんで、うん、結構強いじゃないですか駒澤2年生が強い、うん、そこで揉まれてる、で高校時代で言えば一番強かったと思うんですよ。そうですね、うんうん、
だからそういう意味ではやっぱバネにしてね、彼頑張ってくれるんじゃないかと僕は思います。まあエントリーもしてますしね。はい、エントリーもしてますし、うん、そういうことね、そういうことですね。わかりました。いやもうね、楽しみでしょうがない、はい、特に今回は出雲のリベンジしてくると、燃えてると思いますので、頑張ってほしいと思います。頑張ってください。本日はね、駒澤大学でした。はい、どうもありがとうございました。